それでは記者の皆さんからのご質問を受けたいと思います。ご質問にあたっては後ろのマイクの方で社名の名前を使ってからご質問をお願いいたします。それではご質問はございますでしょうか。すいません、北日本新聞の小林と言います。よろしくお願いします。なんか窮屈そうですね。マイク前に出す、なんか置いていいですか、はい、すいません、ちょっと細かいかもしれないんですけど、ロードマップに基づく要請内容の見直し丸1のところの、あの見直し後のところなんですけど、この米印の1、あの点線で囲ってあるところなんですけど、ただし感染が急速に拡大する場合等においてはパッケージ制度は適用しないとあるんですけれど、この適用するしない、あの適用しなくなるところの基準でどんな状況なんでしょう。はい、それはその時の状況に応じて、判断をしたいと思います。まあ、ただ基本的には行動制限を緩和していくということ、そしてこのワクチン検査パッケージというものを大いに活用していただいて、日常生活を維持をしていくということが基本なんです。ただ、急速に拡大が見受けられるような状況になると、それはその時の状況に応じて、やはり一番重視するのは医療提供体制のことです。それを判断をして、それがお願いをすることになると思います。その適用していたものがしなくなりますよということは、またその都度県として決めてこう周知をするってことなんでしょうか。そういうことですね。その切り替えをこうしていくってこと、はい、その時はまたこういった形で発表させていただきます。わかりました。もう一点なんですけど、国の方針も踏まえてですね、いわゆる緩和の方向に舵を切っていると思うんですけど、一方でここにあります通り、オミクロン株っていうのがまさに今これから猛威を振るかもしれないというところで、緩和するというときに今からでも猛威を振るうかもしれないものが出てきていると、その辺の整合性、タイミング、その辺はどう整理されているんでしょうか。そうですね、現時点ではオミクロン株まだ症例もそう多くなく、ほとんど何も分かっていないと言ってもいい状況です。ですから今回のこの、国の基本的対処方針もそうであると考えますが、それを受けて見直した今回の本件のロードマップも、特にオミクロン株のことは現在は考慮せずにやっております。今後もし、だんだんとオミクロン株のことが分かってきて、またそれに対応する必要がある場合には見直すこともあろうかと思いますが、現時点では何も分かりませんので。だとするとですね、これ県が独自で決めているものですので、もう少しこう状況というか変異株の状況が分かってから見直すことを検討するとか、そういう考え方もあるのような気がするんですけど、そこはどうなんでしょう。そうですね、でもこれでかなり長い間本当に落ち着いた状況が続いていますので、経済状況を考え、また特に、このコロナ禍で傷んでおられる業界などのことを考えますと、極力社会経済活動を通常の状態に戻していきたい、そのようなことからこのように行動制限を緩和をするということです。仮にですが、オミクロン株が相当な感染力があり、また毒性も強い、このようなことが分かってきたときには、それはもう躊躇なくまた行動制限を強化することになるとは思います。わかりました。最後ですが、第三者認証店というのは具体的には県の安心対策飲食店のことを言っているのでよろしいんですか。飲食店についてはそういうことですね。それからあとは宿泊施設についても、それはまた安心の別の言い方でやってますが、最後にこの前の補正の説明でもあったんですけど、パッケージを適用するお店、飲食店の話ですけど、登録これからしていくってことなんですけど、これはどれくらい手を挙げると見ていますか。まだこれからですか。そうです。それ現状の数字出てますかね。あれこっちから、
まだわからない。今のところまだデータありませんが、私はかなりのところが、うん、そのパッケージの登録もされると思います、うん。まあ、現在安心店は3740件ですが、そのうちのかなりが私は登録されると思っています。やはり今商売繁盛の、まあ、元はやっぱり安心なお店ということは、このコロナ禍で皆さんご理解いただいていると思うので、まあ、そういうことで私はそのように考えています。わかりました。ごめんなさい、最後まで言いながらもう一点だけ、有識者懇談会で先ほどの対策本部会議でも基本的にこの県の方針を了とされたってことなんですけど、このタイミングで緩和するしてもいいのっていうふうな懸念ではないですが、そういう声はありませんでしたでしょうか。それは特にありませんでしたね。先ほど増瀬会長もぶら下がりやられたと思います。すいません、私ちょっとそれに出ていないもので、すいません。そうなんですか、はいはい、私もぶら下がりは見ていませんが、どうなんでしょう、それは特になかったと思いますが、その懇談の中ではなかったという、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。朝日新聞の田添です、よろしくお願いします。はい、お願いします。ご説明を伺ってちょっと率直な疑問で、ちょっと繰り返しの質問になるんですけれども、ワクチン検査パッケージについて、その感染が急速に拡大する場合などにおいては、まあ、適用しないとあるんですけれども、そもそもそのロードマップでステージ2、ステージ3に上げるというのは、そもそも感染が急速に拡大しているから上げるものと思うんですけれども、そういった場合でも、逆に言えばそのワクチン検査パッケージ制度を適用する場合もあり得るということなんですか。ですから、私もでいうステージの変更の基準は先ほど申し上げたような数字で判断をしていきます。で、要するに今我々はもう2年間このコロナと付き合っていて、そして直近には第5波というとても大きな波も経験をしましたと。でやはり今後もこの感染症とは付き合っていく必要があるであろうという前提で、いわば、まあ、いわゆるウィズコロナに対してどうやって我々の生活、経済活動、社会活動を行っていくかというのが発想の基本だったんですね。ですから今までの頭でいると、今田添さんおっしゃったように矛盾を感じられるのかもしれませんが、基本的に、新型コロナとあるいは感染症と共生をしていくという考えで物事を考えていますので、こういったことになるということですね。上げるときは上げるけども、でも感染、ワクチン検査パッケージを適用すれば、ある程度の自粛は、緩和されるということ。ただそれでも急速にやはり感染が拡大するときはあるであろうと、そんなときには私の判断で、また切り替えることもあるということです。それは特に今明示的な数字基準はここでは置かずに、その時の医療提供体制の逼迫度、ここにですね、国で3週間後の入院者数、感染者数などという、予測する、そんな計算式も示されましたので、そんなものも活用しながらまた判断することにはなろうと思います。そのワクチン検査パッケージ制度を適用しないということを決められた場合は、これまでのステージ2に引き上げますとか3に引き上げますとか、有識者懇談会、対策本部会議、こういった会見で発表されてきたと思うんですけれども、その適用しないということをどうやってこう切り替えますというのをどうやって決めて、どうやって県民に周知を図るのか、そういったやり方については決まっているんですか。それは同じようなやり方になると思いますよ。これまで通り有識者懇談会を開き、本部会議を開き、で会見で発表するという流れも、ね、はい、従来通りワクチン検査パッケージを適用しないというのを決めるプロセスとしてはそれになるということ、そうなると思います、例えば適用しないというのはこれまで通り何月何日から適用しませんという形で決めることになるんですか。多分適用しないというケースだと、即日ということになると思いますけどね。例えばそういった場合ですね、県民もそうですけど、特に飲食店の方が、大きな混乱をきたされると思うんですけれども、やっぱりそういった場合に備えて明確な
基準ですね、 もちろんあの政府方針としてあの各都道府県の知事が基本を決めるということになるとは思うんですけれども、ある程度明確な基準を示しておかないとその余計な混乱も生んでしまうと思うんですけれども、その点はどうですか。あのですからあくまでその病床の医療提供体制の状況次第だと思います。まあ、それも基づいてそのステージは変えていくんですけども、まあ、その中でのまた感染の拡大のスピード、医療提供体制の逼迫、まあ、ここには必ずしも今あの明示的に数値基準を示したことだけでは測れない要素も出てくると思うんですね。まあ、ですからあえてここでは示していないということでご理解をいただきたいと思います。わかりました。そのちょっと話変わりました。オミクロン株の影響についてなんですけれども、先ほど真瀬会長あのお腹のぶら下がりでですね、このオミクロン株 その影響については今回のロードマップの変更にはあの反映をされていないというふうにおっしゃっていて、ただまあもちろんあの全くまだ未知数の状況ですので、今後あの特に大都市圏、東京、大阪などの感染状況を見ながら富山県としてもあの対応していく必要があるというふうにおっしゃってたんですけれども、このロードマップ、今回変更したロードマップについてもオミクロン株の感染状況を踏まえて再度変更する可能性というのはあるんでしょうか。あのオミクロン株 の実態が分かってきて、それがロードマップを変更する必要があると判断すればまた変えることはやぶさかではありません。分かりました。最後にワクチン接種の第3回目についてなんですけれども、今日 の岸田首相 の所信表明でも3回目接種を前倒しにするという旨の発言もありましたけれども、富山県では3回目の接種政府の方針に応じてどういった対応を取られるか、今のお考えをお聞かせください。そうですね、あの今はまだ今私の理解はあの2回目接種完了から原則8ヶ月の間隔を置くということであります。まだそれ以降の新しい、まあ、方針は、まあ、今日岸田総理があの所信表明で言われたのは直近のことですが、私が具体的にどうなのかと、やりたくてもワクチンが届かなければできないわけでありまして、まあ、そのあたりはもう少し状況を 見なければというふうに思ってます。それはやはり、データとして、経年、時間のが経つとともに抗体が減少していくという、まあ、データは出ているので、とすれば8ヶ月より6ヶ月とか、まあ、もし可能ならばですね、可能というのは まず打つワクチンがあり、それから接種の体制が整えばできる範囲での前倒しというのは優先順位をどうつけるかはまたそれはまた別の問題ですけども、可能な範囲で早めることは、あってもいいかなと思いますね。今度臨時 のワンチーム富山会議も開かれると思うんですけれども、各市町村からの聞き取りはそういったところでなされるということになるんでしょうか。そうですね、はい、そんな市町村として、現場を預かっておられて、全くいろいろと不安もあると思いますし混乱もあると思います。そのあたりのお話をよく聞かせていただいて、私ども できることはできるご支援はする、また国に対して要望すべきことは取りまとめてする、そんな場にできればというふうに思ってます。わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。読売新聞の小田倉です。それ、はい、先ほどのよろしくお願いします。先ほどの、有識者会議の中で出たご意見というのはどういったものがありましたでしょうか。そうですね、やはり、今のご質問にはありましたけども、オミクロン株のことが、心配ですよねということは皆さん言われましたね。それからやはりこの基本的にはこのウィズコロナの時代なので、社会経済活動を、いわば日常をできるだけ普通に回していく、そういう基本的な考え方はこれも、ご理解をいただきました。それから
やはり医療現場もですね、これまで2年近いコロナとの対応、そして第5波の経験、最高8月23日264名の入院者が出ました。それから自宅待機も多数出られました。まあ、そういった状況を経験したので、まあ、医療現場はかなりの経験を積んではきたということ、これも言われました。分かりました。あともう1点なんですけど、ワクチン検査パッケージなんですけれども、これ国の方針とも関連するんですけれども、このパッケージの、ワクチンの接種証明ですね、これは期限というのは設けないという形でしょうか。いわゆる接種してから何ヶ月以内とか、そういったものは設けないという理解で、今のところ特に設けないと今のところ聞いてます。分かりました。ありがとうございました。他にございますでしょうか。時事通信の吉田です。よろしくお願いします。ワクチンの3回目の接種に関連して、県の特設会場の設置時期を早めるなどといった検討はありますでしょうか。はい、それは、予算のこともあるので今何とも申し上げられませんが、まあ、基本的には県の特設会場は、昨年の6月あ今年の6月から運用してましたんで、その8ヶ月それが第1回目ですから、そこから考えての必要な時に開設をする、やっぱりかなりのスペースをお借りすることになりますので、もちろんコストもかかりますから、必要な時に立ち上げるように考えてます。今の時点では6ヶ月に前倒しという方針でも、今まで通り進めていくということで。はい、それはありますよね。今それは国のですから、ご方針、それからそもそもワクチンがどう届いてくるのか、そんなことを見ながらですね、もし早め特設会場も早いニーズがあるとしたら、それは検討しなければならないと考えます。先ほど申し上げてましたが、前倒しになった場合ですね、供給量の問題とかスケジュールの問題があると思うんですけれども、改めて国に求めることをお聞かせ願いますでしょうか。はい、それは、とにかく計画を早く、こちらとしては接種体制、市町村も、特設会場もそうですけれども、しっかりとこう準備ができるような、そんなことを早く示していただきたい。スケジュールのこと、それから量のことですね。多分優先順位については、こちらの判断でいろいろと考えれると思うんですが、やっぱり量とスケジュール、これが明確に分かるようにしていただきたいと考えます。あと最後にですね、先ほど世界庁のぶら下がりで5歳から11歳のワクチン接種のお話がありまして、この5歳から11歳への接種について県の対応として決まっていることであるとか、先ほどの有識者会議で何か意見が出ていれば教えてください。話は出ましたが、特にその場で、方向が決まったということはありません。ただ幸いこれまでその年代では重症化した例はない、ということは言っておりました。でですね、あと、仮に、その5歳から11歳今までの対象未満の年齢の層にも打つことになるとですね、実は現場にはこれまでのファイザーと、いわゆる12歳以上用のファイザーとモデルナも混在します。そこにまた小児用はまた違った、同じモデルナ、同じファイザーだとしても溶かし方とか違うということがあります。そうなると3つの種類のやり方が出てきて、現場としては負荷がかかるねということは、懸念材料としては出ておりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは内容ですので以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。どうも遅い時間までありがとうございました。